昭和というのは、一口で言えば激動の時代だったと思う。関東大震災から驚異の再起を遂げたはずの日本は、わずか20年ほどで再び火の海となり、何もかも失った。今年で終戦から70年、年号が変わり平成になった今、あの時知ったこと、そして全てを失った中から這い上がる勇気、それにそこから生まれた大きな夢を、私たちは忘れてしまったのだろうか。いや、そんなことはない。私たちがそれを忘れない限り、そしてそれを伝えていかなくては、これから私たちが